皆さんこんにちは。トレモロ副音ハーモニカのことなら私にお任せ。トレモロ副音ハーモニカ奏者の岩間明美です。今日も楽しく音を出していきましょう。岩間明美のハーモニカ吹けたよ。ベース奏法第4回です。トレモロ副音ハーモニカの四調を準備して一緒に音を出していきましょう。今日のレッスンでは、リズムに乗せてベース奏法を入れていきます。吸い音にもベースを入れていきますので、皆さん一緒にチャレンジしていきましょう。4拍子になります。2拍目と3拍目にベースを入れていきます。4拍目では息を整えるようにしてください。ドとレの音を使っています。それではもう一度吹いてみたいと思いますので聞いてください。さあ今度は皆さんも一緒に音を出していきましょう。では行きますよ。1、2、3、はい。さあいかがだったでしょうか。この手の動きは舌の動きを表しています。舌を外して戻す、外して戻す。見ながら一緒に吹いてみましょう。それではもう一度行きたいと思います。1、2、3、はい。いかがだったでしょうか。4拍目のところで息を整えてあげると落ち着いて吹けると思います。特に吸い音の時には舌を戻す時に注意が必要です。息を吸いながら外した舌を戻す時、しっかりと楽器に当てるように戻しましょう。息を吸ってますから舌もなんとなくこう引き気味に力が働いてしまって、どうしても楽器から舌がこう離れた状態、浮いてる状態になりがちです。そうするとずっと2つの音が鳴りっぱなしになり、注意が必要です。ではもう一度一緒に吹いてみましょう。1、2、3、はい。吸い音にベースを入れるのは、少し難しいですね、はい、何度も繰り返し練習してマスターしましょう。では最後にリズムに乗せて一緒に音を出していきましょう。バックでリズム流れているの聞こえますか。1、2、3、はい。さあ今日のレッスンはいかがだったでしょうか。
このようにリズムに合わせてベースの練習もしていくとちょっと楽しくできるかもしれません。それでは次回のレッスンまでお楽しみに。またね。